トルクコンバータ。トルクコンバータは流体の力学的作用を利用した変速機である。トルコンと略されることも多い。トルクコンバータは類似の装置である。流体継手とは異なり、入力側と出力側の回転差によりトルクの増幅作用が発生する。これが単なる継手ではなく、コンバータと呼ばれるゆえんである。流体継手同様、液体を介しているため、 動作に柔軟性があり、一時的に出力側だけを止めることができるなど、自動クラッチのように利用することもできる。出力軸が停止した状態をストールといい、その間の入力はすべて熱に変換されている。このため、システムによっては、オイルクーラー等の液体冷却器が必要となる。機械接続された継手と比較して、トルクコンバータは、負荷が大きくなると、滑りが多くなり、 伝達効率が落ちる傾向がある。単体では大きな減速比を効率的に得られないので、幅広い速度域に対応させるためには、機械式の変速機と組み合わせて使われる。自動車のオートマチックトランスミッションでは、重要な部品だが、日産のフューガハイブリッド、スカイラインハイブリッドなどのように、起動時からトルクが大きく回転制御も耐えやすい、電動機にの役割を代替させ、 燃費低減のため省かれる例もある。外角はトーラス型の容器で、内部はポンプインペラ、タービンランナ、ステータ、固定翼より構成され、比較的粘度の小さいオイルが満たされ、循環する。入力側に接続されたポンプインペラがオイルの流れを生み出し、それに向き合ったタービンランナがその流れの完成力を受けて出力軸を駆動する。 両者の間に位置するステータはタービンランナーからの排出流、戻りを整流し、残っている運動エネルギーをポンプインペラに還元することでトルク増幅作用を発生させる。ポンプインペラとタービンランナーの回転速度が近づくと乗り物などではある程度速度が上がった状況、ステータによるトルク増幅効果が薄れて流れの妨げとなるのでワンウェイクラッチを設けてステータを タービンランナーと共に回転させ、効率を維持する。AT 専業メーカーであるアイシンワーナー、現アイシン AW と日本自動変速機、現、ジアトコが設立された1970年代頃から、本格的な日本メーカーの AT 開発が始まり、1973年、昭和48年のオイルショックを契機に、小資源、小エネルギーが叫ばれた。 変速作用が必要ない領域で、機械式クラッチにより、入出力軸を直結して、伝達効率を上げる、ロックアップ機構がで、ロックアップ機構が、AT 装着車に搭載されたことで流体の粘性や、滑りによるロスを補う、燃費性能が確立した。スポーツ走行での伝達効率をさらに上げるために、既存の AT を使いながら制御するコンピュータの、プログラムを完了し、 一足と変速時以外で常時、ロックアップさせる制御も行われている場合がある。レクサスイズ回答。ロックアップによりトルク増幅作用がなくなることがデメリットとされることがあるが、トルク増幅作用は伝達ロスエネルギーの回収であり、直結となる。ロックアップ時のロスゼロとは、伝達効率の面では比較にならない。なお、常時ロックアップは、エンジンのトルク変動が吸収されずに伝わり、 特に低速域では振動と騒音が増大することから適したギア比の設定かつマニュアルシフトのクラッチと同様にロックアップ機構にダンパー機構を持つことが前提となる。マツダがアクセラで初採用したガソリンエンジンのみでハイブリッドカーに匹敵する燃費を目指した AT スカイアクティブドライブでも伝達効率向上と燃費の抑制を図るため 発信直後以外の全変速弾常時ロックアップさせている。ロックアップ時の弊害対策として制御コンピュータのプログラムの工夫以外にロックアップ機構自体に大容量のダンパー機構を設けている。ロックアップは伝達効率を向上させるがショック等を生じやすく快適性を損ないやすい。特にトルク変動が 大きい低速域ではダンパーでの吸収にも限界があるため快適性を確保しつつロックアップ領域を拡大するのは難しかった。そこで従来ロックアップを行わなかった低速領域や減速時にロックアップクラッチを微小に滑らせる、スリップさせる程度に属しロックアップクラッチの摩擦特性に大きく影響する、アッテフもスリップ制御を行う AT に対応する。 しなを使用した。これにより、ロックアップ時により生じるショックを抑制し、快適性と伝達効率の両立を図った、スリップ制御付けロックアップ機構が開発され、ロックアップ領域が低速側に拡大でき、実用域でのロックアップ作動率は大きく向上した。アクセルオフ時にロックアップを行いやすくなり、エンジンのフューエルカット機能、エンジン回転数が一定以上で、 アクセルがオフである場合エンジンへの燃料供給が自動で止まり燃料消費を抑制する機能を使いやすくするジャダーの発生確率が少なくなるというメリットもある各社エティで摩擦剤や制御などが異なるため同じスリップ制御に対応したアッテフでも仕様の違いが存在するこのため汎用品ではなく純正品もしくは確実な適合確認が取れているアッテフの仕様が好ましい 無断変速のトルクコンバータ付け CVT 車では、遠心式や電磁式などの自動クラッチの代わりとして、トルコンを使っているため、停止、低速走行時以外では、ロックアップさせることが一般的である。これらの車種では、ロックアップ機構のオンオフがショックとして伝わることがある。トルクコンバータ付け CVT においても、前述のスリップ制御は取り入れられている。CVT 以外にも、 低速走行時の挙動など問題を生じやすい DCT にトルコンを適用することで対応するケースもある。以上のように自動車分野においてのトルクコンバータは伝達効率向上、ステップ AT の多段化、CVT への適用などから流体継手を含めたトルクコンバータ本来の機能よりもロックアップ運用を前提した上調性の高い湿式クラッチという側面が強くなりつつある。 このため、トルクコンバータにかかる要素、ポンプインペラ、タービンランナ、ステータの縮小、薄型化、代わりにロックアップにかかる要素、クラッチ、ダンパーが占める割合が大きくなってきている。カウンターシャフトを用いたギア機構や優勢歯車機構と組み合わせて、乗用車や鉄道用ディーゼルカー、液体式ディーゼル機関車の自動変速機に用いられる。 1990年代後半以降、乗用車用としては、ベルト式 CVT と組み合わせる例も増えている。この組み合わせでは、発進時にトルク増幅効果を活用して、レスポンスを向上させることや、クリープなど、従来の AT 同様の挙動をさせることができる。なお、日本の鉄道用としては初期には、 機械式変速機構を持たず、中低速域はすべてトルクコンバータが受け持ち、高速域では直結とする形式、二足、手動切り替え式が普及していた。この方式は2018年、平成30年現在も、旧国鉄時代に製造された機動車の多くで、実用されているキ、キハ183キハ185キハ40など、詳細は、機動車、 ディーゼル機関車の動力伝達方式液体式、流体式を参照。ちなみに、鉄道用変速機における変速と直結の表現は、自動車における変速、変速比1.000と直結、変速比イコール1.000とは異なり、変速はトルクコンバータを用いた動力伝達、直結はロックアップによる動力伝達を指す。 また大型自動車の補助ブレーキとして搭載される流体式リターダはこのトルクコンバータを応用したものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。